続いての曲は、こんなに恥ずかしい、ちょっと咳話題をしたくなるような曲名なんですけれども、パイのうたっていう曲なんですけれども、ね、ちょっと恥ずかしい曲なんですけど、まあとりあえず聴いてみて、よかったら手拍子していただけば嬉しいなと思います。聴けばわかるってことね、聴けばわかります。はい、それでは聴いてください、パイの歌。しんやしきやすで、前の歌でした。